もうじき終わるはずだ。前から聞きたかったんだけど、リシアってキャンディスをよく知ってるよな。昔からの友達なのか？だいぶ長い付き合いだ。キャンディスはすごく面白いやつで、戦闘にも長けてる。強大な力を持ってはいるが、他者をたばかるような真似は決してしない。オイラ知ってるぜ。こういうのリーユエでは五徳があるって言うんだ。ああ、確かにそうとも言えるな。強い信念があるからこそ、キャンディスみたいなひたむきに責務を貫く奴になれるんだろう。毎日をただ生きてるだけの私たち傭兵とは全く違う。オイラはディシアもいいと思うぞ。そうか、ありがとな。セノもいたのか。ずいぶん早いな。ああ、昨日も来てちょっと手伝ったんだ。手伝い？何をやったんだ？拷問の手法を少しばかり共有した。それってキャンディスにどうやって拷問するか教えたってことか？そうだ。皆さんお入りください。部屋に入ろう。仕切れていませんでしたか？知ってるか、殺意ってのは目を隠しても口元から漏れ出すものなんだぜ。私もまだまだ修行が足りませんね。しかし私が怒るのも当然のことです。皆さんなら分かってくださいますよね？分かってる。もうぶたないでくれ、死んじまう。セノの教えが良かったみたいだな。自分は死を恐れるのに平気で他人を危ない状況にさらしたというのですか？滑稽ですね。あなたたちの言う驚愕者はアール村ではグラマパラと呼ばれています。彼らはアール村の一部であり、家族のように思っている者もいる。その重要な村人をあなたたちは道具として利用した。私はあなたたちをどうすればいいのかしら。おやめください。どうかご慈悲を。自業自得だな。同じ砂漠の民ではありますが、私はあなたたちよりもこの道理を知っています。スカーレットキングの復活は戦争をもたらすのみであると。戦争を好む者だの誰もいません。本当の神が誰で、全てを仕切っているのが誰か、そんなことここに住む者たちは気にしていません。たとえ辛くとも苦しくとも、私たちは今の生活を維持したいと思っているだけ。戦争は人々から全てを奪い去ります。そしてそれは到底背負いきれない責任となってあなたたちに覆いかぶさる。ええ、わかりました。申し訳ございません。知っていることを全て話します。どうかお許しを。言いなさい。信じていただけないかもしれませんが、それでも言わせてください。俺たちは決して自発的にこれをやろうとしたわけじゃありません。酒場で噂を流し、スカーレットキング様が復活することを俺たちに告げた者が確かにいたんです。その謎の人物は、驚愕者がスカーレットキング様復活の最適な生贄であると言いました。彼らの命を使えば我々の願いが実現できると。彼らのことはグラマパラと呼べ。二度と間違った呼び名を聞かせるな。はい。その謎の人物は俺たちにスカーレットキング様復活の知らせを流し、手伝うよう言ってきたんです。見返りとしてスカーレットキング様の
復活を約束すると。わかりません。一。え？どういう意味で？俺の忍耐がすり減った数だ。三つ数えたら、お前を殺す。お待ちよ！嘘はついていません！本当に知らないんです！あれは、彼が。二。彼が俺たちに、毎晩お香であの人たちを誘い出すよう言ってきたんです！そして村を出たら決まった時点で引き渡す。そうすれば謎の人物が彼らを連れ去るって。本当です、全部本当なんです。どうか信じてください。もちろん他の二人に聞いてくださってもいい。確かに本音のようだ。旅人、続けていい。信じてください。もしそいつを知ってるならさっきの時点でとっくに話してました。こんなリスクを背負ってまで隠すつもりはもうとうありません。そいつはいつもマントを羽織っていて、顔も厳重に隠していて、それからスカーレットキングの使者を名乗ってました。みんな、私に一つ推測がある。アンプおじさん、それはどのような。お見事。続けろ。その謎の人物、もしかすると教令院のものかもしれない。昔教令院の人がここに住むグラマパラたちを連れて行こうとしたことがあるんだ。その時はグラマパラも村の一員であることを理由に断った。でも今思い出してみると、さっき出てきた謎の人物と目的が似ているんだ。そう言われてみれば、確かに教令員のやつが偽の情報を流し、過激派を騙してグラマパラを連れ出そうとしてるのかもな。自分勝手に人をこっちに送り込んでまた連れ戻そうだなんて、あいつらの好きにさせるもんかってんだ。また教令員か。やっぱりか。でもあいつらは一体何のためにグラマパラを連れて行こうとしてるんだ。教令員は昔から人を道具としてしか見ていない。動きにこういう変化があったのは彼らに何らかの用途を見出してからだろうな。とにかく今はグラマパラたちを探し出すのが最優先だ。そうですね、イザークの出世を待っているでしょうし。そろそろ行こう。村を出て手がかりを探すぞ。ああ、少し片付けをしてから出発しよう。よし、キャンディスは残ってこの過激派たちの処理をしてくれ。村の外のことは私たちに任せろ。はい、わかりました。じゃあ後でここに集合しようよね。頭を使っていなくようだが、アンカーネの時間をやってるんだ。
構わない。カハイドさん、これもらった特徴がないからつけるのが難しいんだよな。君たちは最初から最後まで俺が村から離れたなどとは聞いていないだろう。ならばおのずと村で調査をしていたのがわからないか。話を戻そう。君たちはアール村を離れて調査を続けたいと思っている。そうだな。おう、ここにいてもこれ以上手がかりはなさそうだし、外に行った方がいいと思うんだ。なんでまた黙り込むんだよ。いや、君たちのもう一人の同行者に驚いたんだ。アルハイゼン、アール村に来てから何の役にも立たなかったお前が俺たちの行動を疑うのか。そうだそうだ、これが冷やかしってやつか。君たちが調査をしている間に俺も自分の仕事を終わらせていた。本当か？信じられないぜ。正直言って俺たちは一つの団体とは言えない。ゆえに俺の行動を君たちに伝える義務はないはずだ。さらに別れて動いたおかげで君たちが見逃した重要な手がかりを俺が発見できるという利点もあった。え、村に手がかりがあったのか？そうだ。どんな内容なんだ？これからある人に会わせに行く。だがその前に相手の立場について理解してもらう必要がある。立場？アール村の人々は俺たちが今やっていることをどのように感じていると思う？言葉を変えよう。君たちが調査で得た情報は果たして全て真実だったのだろうか。それってオイラたちを騙してる人がいるってことか？隠蔽イコール欺瞞というわけではない。ここの人々にもそれぞれ自分の立場があるんだ。キャンディスの言っていた通り、アール村の人々はスメールが誰によって掌握されるかなど気にしてはいない。スカーレットキングだろうが宗神だろうが彼らにとって何ら重要ではない。皆自らの災難の中に生きているんだ。だから彼らは全ての情報をさらけ出すようなことはしない。これこそ君たちが村に手がかりがないと思ってしまった要因だろう。気づいてくれたようで何よりだ。君と話をした者の中に情報を意図的に隠した者がいる。実際彼女は終始君たち外部の者の一挙一動に注意を向けていた。なぜなら安定した暮らしを送りたい者にとって外的要素は変数となりうるからだ。わあ、なんて迫力のある目力。あなたとっても喧嘩が強い系の人でしょ。話をそらすな。彼女はセノの身分と武力に恐れを抱いているように見えた。そうだったね。グラマー、いや驚愕者か。わざと言い換えたのは村にスカーレットキングの忠実な支持者がいることを知っているからだ。グラマパラに親しげな言い方をすれば過激派のターゲットにされやすくなる恐れがある。最後にあの人たちを見たのは5日くらい前だったかも。私寝るのが早くて夜のことはほとんど知らないんだよね。覚えているか？自分が夜の状況を知らないことを彼女はわざわざ強調しただろう。でもあの人たちのことは結構好きだよ。精神状態はちょっと変かもしれないけど、前に助けてくれたことがあるから。あの人たちがいなかったら私の家も崩れてたかもしれない。これについてはすでに村長に確認を取っているんだが、彼女の言ったグラマパラがアール村を守った件は
深夜に発生したものだ。つまり彼女は当時眠ってなんかいなかった。でもどうして嘘なんかつく必要があるんだ？外部から来たものと関われば何かしら狙われる可能性が出てきてしまう。なぜそこまで気にするかについては本人に直接聞いた方が早いだろう。待て、俺は行かない。今の話からすると彼女は俺を恐れているようだ。だからお前に任せた。おう、任せとけ。シャニさん、前に言っていた通り助っ人を連れてきた。アルハイゼンさん、あなたの立場はもう分かったよ。でもそちらのお友達さんは本当にあなたと同じ立場なの？あ、どういう意味だ？オイラたち立場を表明しなくちゃいけないのか？直接聞けば答えが返ってくるはずだ。さあ、彼女の信頼を勝ち取ってくれ。そんなに簡単に行くもんかよ。ねえ、旅人さんって呼んでもいい？旅人さん、こんにちは。一つ質問してもいいかな？あなたはスカーレットキングの復活がスメールに転機をもたらすと思う？どうして？あなたの意見はキャンディスさんとすごく似てるね。あなたたちが友達だってのは知ってるよ。だからこそ警戒はしても話をするのには同意したの。昔だったらこんな質問は怖くてとてもできなかったと思うよ。旅人さん、あなたはスメールでの私たちの生活が良くなると思う？そうだな。オイラたちは他の国から来たし、あんまり信じられないのも無理ないと思う。それどころか、どこの国の住民とも言えないしな。でも、オイラたちはいろんな場所でいろんな人にたくさん会って、守ろうと決めた者のために戦ってきたんだ。スメールにだって、オイラたちの友達はいるんだぜ。それに、オイラたちにはやりたいこともあるし、探したい人もいる。だから、オイラとこいつはここに留まってるんだ。私、あなたたちの話を信じようと思う。ごめんね、尋問みたいな言い方しちゃって。正直、あなたたちが私のところに情報を聞きに来るとは思わなかったから、びっくりしちゃったの。アルハイゼンも、お前に事情があるって言ってたし、オイラたちも分かってる。だから謝る必要なんかないぞ。本当のことを言うと、私、実は砂漠の民とそうじゃない人とのハーフなの。もしかしたら、スメールじゃ一番歓迎されない部類の人間かもね。送信を信じる人もいれば、スカーレットキングを信じる人もいる。でも私は、そのどちらでもない。だから両方の人々にとって私は余計な存在なんだ。そういえば過激派のやつら、裏切り者が嫌いだって言ってたよな。もしかしてハーフも裏切り者に見なされちゃうのか？そうだよ。血統と信仰は時にとても窮屈な概念になる。私が何を言おうと、どんな態度を示そうと、別の意図があるみたいに思われちゃうの。それが積み重なって、やがて
私は何も言わないようになった。聞こえないふりして、見ないふりして、ただ静かに暮らしていけばいいって。でもその後、不幸な出来事が起こった。こんな私を助けてくれたグラマパラが謎の失踪を遂げたのに、私このことを誰にも言えなかった。今日までは。彼女たちになら告げても構わないだろう。この二人なら秘密を守ってくれるはずだ。わかった。じゃあアルハイゼンさんに伝えたこと、あなたたちにも言うね。実は私の耳は普通の人よりも良くて、時々夜に変な鳴き声を聞いたりするんだ。うえ、お化けか。それもあるかも。私にもよくわからないけど、あれは確かに鳴き声だった。すごく遠くから聞こえて、でも強い感情を感じたの。前は鳴き声がすごくて頻度も多かったけど、あなたたちが村に来てからは声が小さくなって回数も減ったんだ。集中してやっとかすかに聞こえるくらいになったの。それについては村の宿直にも確認した。彼らの中にも耳がいい者がいて、そのような声を聞いたことがあるらしい。だがここは砂漠だ。幽霊というより彼は獣の咆哮する声だと考えていたようだな。この近くで思い当たる場所はないけど、実は村からそう遠くない場所に病院があるの。あそこではマリン病の治療を行っていたようだ。すでに敗因となって何年か経っている。おう、今すぐ出発だ。この音、試させてもらうよ。補給はとても大切なことです。ここか。完全に廃れてるし、ボロボロだ。あ、魔物だ、気をつけろ。なんだ、行こい。
きましょう。ご助力を。やっ。家よりもでっかい敵が空から降ってくるみたいな。ひひひ。あいつ真面目だな。うん、オイラたちも負けちゃいられないぜ。これか。入って確かめよう。おーい、アルハイゼン、ここには何もなかったぞ。本当に何かあるのか？急ぐ必要はない。シャニは夜に鳴き声を聞いたと言っていた。もう少し待とう。それまで少しばかり休む。こいつ当たり前のように座り込んだぞ。本まで開き始めた。何読んでるんだ？オイラにも見せてくれよ。いいだろう。あるべき場所と強制運動に相対する自然運動、それぞれ向かう位置はすべて自然な傾向。どうしてそうぎこちなく読む？オイラ諦めたぜ。ゆっくり読んでくれ。じゃあな。あいつって本当に余裕なんだな。こんなところであんな難しい本を読み始めるなんて。オイラが学んでお前に何の得があるんだよ。いつからお前は勉強を頑なに進めるひどい大人になったんだ。ねえ、なんでそうなるんだよ。お前がオイラを養ってくれよ。あ、確かに。そうだな。じゃあ、ありがとな。ずっと頑張って働いて、お金を稼いで、オイラを養ってきてくれた。お前がいなけりゃ、オイラはまだ漂流してたかもな。ねえ、その、本当にありがとう。うん、おいら寝ちゃいそうだぞ。何の音だ？来たか。あちらの方向からだ。音の出どころはここなのか？でも何もないみたいだぞ。下だ。でも下には行けないぞ。どうやら
仕掛けがあるようだな。やはり建物に隠された構造があった。うわあ、病院の下にもう一個病院が隠されてたみたいだな。まだ他にも解いてない仕掛けがあるみたいだから引き続き調べようぜ。行きましょう。はっと、ご助力を。スイッ、行きましょう。行きましょう。手ごわいですね。深海の加護。行きましょう。ご助力を。
リオン。これで間に合いますね。必要な方がいるはずです。見ろ、あっちに人がいるぞ。そうだな、ゆっくり行こうぜ。驚かさないように。君は？全く喋れないみたいだぞ。目つきも定まってない。でもまだおじいちゃんっていう年じゃなさそうだよな。あたりにはこいつしかいないのか。まさかこんなところで会えるとはな。知ってるのか。この人の名はラザック。俺の教令院での先輩だよ。こいつも学者だったのか。森でおかしな修行をする人たちと同じなのか。いや、そこが問題なんだ。ラザックは他の学者とは違い、一度も森で修行なんかしたことがないはずだ。ましてやサティアワダライフに達したこともない。原因はともかく、こいつが一人でここに現れたということは、俺たちは一歩遅かったということだ。相手はすでに人員を撤退させたらしい。ラザックについてはおそらく何らかの理由でここに残されたか、あるいは単純に間に合わなかったのだろう。地面に引きずった痕跡があるな。門に近い場所ほど溝が深くなっている。つまり誰かが重い荷物の乗った荷車を力ずくで引っ張ったということだ。もしかして乗ってたのって人か。その可能性は否定できない。追いつかれることを恐れ急いで離れたのか、ラザックが置き去りにされていることにも気づかなかったのかもしれない。ああ、完全に噛み合った。彼そのものが証拠と言えるだろう。あ、それってどういう意味だ。以前オルモス港で見たことを思い出すといい。この状態になった人間を
どこかで見たと思わないか。そう言われてみると反応が全く同じだぞ。そうだ、凶霊院こそ全ての黒幕。奴らの行動ロジックを推測するのも難しくはない。当初凶霊院はスカーレットキング復活の偽情報を流し、グラマパラ、つまりアール村に追放された驚愕者が鍵を握る存在であることを強調した。このことは各地の過激派への刺激となった。そのうちアール村にいた者たちは直ちに行動を開始し、密かに驚愕者たちの身柄を凶霊院に渡す手助けをした。奴らがこのデマを流した理由、その一つはできる限り多くの過激派を動員するため、そしてもう一つはこの件のリスクを全てスカーレットキングの信徒に負わせるため。スカーレットキングが没してから多くの年月が経った今、砂漠の民はいい暮らしができていない。彼らの感情はまるで砂漠にある火薬箱のようで、起爆させるのは非常にたやすい。そしてこれらの感情的な人々を利用することは暴れ馬を野に放つことと同じ。これほど簡単なやり方はない。たとえ事故が起きても罪に問われるのはスカーレットキングの信徒のみ。表面上はただの信仰問題が引き起こした問題であり、裏を覗き見ようとしたところで民族間のいさかいだとしか思えないだろう。誰も凶霊院がやったなどとは思わない。とてもシンプルな方法ではあるが、なるほど、確かに現在のスメールでは非常に効率的だ。そうだったのか、納得だ。それなら村長の推理とも合うぞ。でももう一つ大きな疑問があるんだ。学者たちをアール村に送り込んだのって凶霊院なんだろ？なんで今さら連れ戻すんだ？この過程において変化しているものがある。学者の身分だ。最初は学者、次に強者、さらには追放者となり、最後は失踪者となる。追放された驚愕者は人間であることに変わりないが、失踪者となると難しい話になる。特定の人物を見つけられない場合、その人の身に何が起こったのかを判断することもできない。言い換えれば、失踪者は理想的な資源になりうるんだ。資源？あいつらに何か使い道があるのか？一つの可能性として失踪者の頭脳は缶詰知識の抽出に使われるのかもしれない。え？あれって人の脳みそから抽出したものだったのか？スメール凶霊院の技術なら可能だ。もしかするとこれが原因で彼らは苦痛を感じ、夜中に誰もいない場所で泣いていたのかもしれないな。人の脳みそ、考えたくない。すごく怖いぞ。俺はこれでも凶霊院の書記官だ。そういった研究プロジェクトにも立ち会ったことがある。とにかくラザックの症状は神の缶詰知識を抽出する過程で何らかのエラーが起こった結果のものかもしれない。または彼自身が好奇心に駆られてあれらの知識を使ったかだ。おいら分からなくなってきた。どんなやつの脳みそでもいいのか。その表情からして思いついたようだな。いかにも一部の学者にとって神の知識に触れることは生涯の目標だ。缶詰知識の抽出はその過激な手段の一つに過ぎない。
俺が知りたいのは、神に関する知識が一体何をもたらすのかだ。教令院がいかなる代償を払ってでも追い求めようとしている禁忌とも呼べるそれは、最終的に何に使われる。俺も神の缶詰知識の内容分析にはかなりの労力を費やしたが、大きな収穫は得られなかった。どうやら俺は奴らと思考がだいぶ違っているらしい。アルハイゼン、お前はその禁忌を手に入れたいとは思わないのか？学者なら誰でも知識の限界を追求しようとするのは当然のこと。しかしあいにく俺は元から神には興味がないんだ。熱狂的な態度を示すことはどうしたってできない。人を命なき者のように扱い、知識を搾取する。これが奴らの言う学術の進展なら、教令院はいっそのこと閉鎖した方がマシだろうな。お前はこのことにすごく反対してるみたいだな。当然だ。これは俺の規則に対する認知に反している。学術、知識、その全てには境界線がある。これを超えると全てを動かす規則や秩序は破壊されてしまう。これは本にある誤字と同じで、正さなければならないことだ。待てよ、お前はあの人たちがかわいそうだから助けるんじゃないのか？悪いが、それほど俺は暇じゃない。かわいそうな人間ならスメールには5万といる。ましてやテイワット規模で考えればそれはさらに増え、とてつもない数になる。その全てを助けるつもりか？それは無理だな。おいらにもわからない。そう思ってくれていい。簡潔に言えば、俺は力や英雄主義を盲信していない。ただしたいことをするだけだ。神の缶詰知識は確かに俺が徹底的に調べたい問題だ。だからといって見ず知らずの者の利益のために行動するつもりもない。さっきから言いたかったんだけど、教令院にいっぱいいる悪い奴らとお前は違うぞ。お前は教令院の変人だ。そうかもしれないが、だが人と違っているというこの感覚は嫌いじゃない。特別であることもある種の財産だと思わないか？なんだかすごく前向きなんだな。ちょっと感心したぞ。シャニもお前みたいだったらあんなにビクビク生きなくて済んだかもな。ただ俺の気質が彼女よりも優れていただけだ。お前が気にする必要はない。ここに残せばそれこそ行く先は死のみだ。連れて行こう。まずはアール村に戻り、次の計画を立てるんだ。ただいま。お疲れ様です。お水をどうぞ。状況は？あら、この方は。残念だが、こいつはイザークの祖父には若すぎるな。だが俺たちが探していた対象の一人だ。
つまりあの放棄されたマリン病の病院はかつて教令院が神の缶詰知識抽出のために使っていた拠点だったということか。大体そういうことだな。この計画は俺たちがアール村へ来る前にすでにあったものだろう。何せ神の缶詰知識は最近初めて流行し始めたわけじゃない。それなのに俺たちがアール村に近づいた途端、奴らはまるで俺たちの接近を知っていたかのように撤退した。なぜだ。確かになんでだろうな。こういう状況の時は大体あれがいるものです。内通者、我々の中の誰かが相手と連絡を取っていた可能性があります。え、オイラたちの関係ってそんな上辺だけのものだったのかよ。どうやら君たちはまだ問題に気づかないらしい。セノ、彼らが俺たちの行動を予測できたのは君がいたからだ。おい、それってどういう意味だ。発言には気をつけろ。さもなければ容赦しない。合理的な推測に過ぎない。俺にはその理由がある。つまりセノさんが内通者であると。面白いですね。私はあなたが一番怪しいと思っていましたよ。何せいつも単独行動をされていましたから。その見方も一理あるが、さっき病院から戻る途中あることを思い出したんだ。それはセノが俺たちと違うという点だ。何が言いたいんだ。君は自分が何者か忘れたのか、大マハートだ。君は教令院のマハマハラでいつも多くの情報を握っていたんだ。誰が何をしたか、どんな汚点があるのか、そういうことを知ってこそ君は相手に手出しができた。言い換えれば、教令院はずっと君に特殊な情報ルートを提供していたんだろう。奴らのこれまでのやり方から見て、君を警戒しないとでも思うか。凶悪な狼を飼うときは、おのずと噛まれない方法も掌握するものなのだ。教令院は、俺の行動を監視していたのか。それほど簡単な話じゃない。教令院は、スメルに全てを監視している。だが、これより君に対しては、特殊な手段があらないのだろう。一定の期間がのに、人々は、ジュニアに明るくの日を迎え変える。この日、教令院は簡単知識を競争して、新しい情報を流入するつなんだ。ある時、俺はその手段が分厚いのを見つけつけた。その内容には、ダイアイマーマスカセの行動動向から処刑決戦まで他々様々なことが記録されていた。つまり教令院は俺の情報をアーカーシャで入れていたのか。だったがそんなことしては何の意味がある。俺の行動などアーカーシャでおくほど重要なものじゃないはずだ。アーカーシャは演算でできる。アーカーシャの演算能力をもってすれば、入力されたデータをもとに、君の行動を完全に予測できる。一瞬出し、どのルートでどこへ行くか、一秒秒線だろう。俺の行動が予測されていた。教令員はとっくの昔から君を警戒していたんだよ。まあ、君を教令員を辞職したところを見ると、奴らの判断もあちまち間違いではなかったと言える。そうだったのですね。まっすぐに規則を貫くセノさんは、彼らにとっては、かえって目の上の単価部だということですか。彼らには、強固自身も充実な信仰心も無用なのでしょう。臨機応変に、ただ利益を追い求める。これこそが、あれら学者の本当の顔なのです。セノさん。あまりお気になさらず、これは逆にあなたが信頼に値する仲間であることの証明になりました。俺のせいで
奴らが事前に撤退準備ができた。そんなに自分を責めるなよ。こんなことがわかる奴なんていないって。いや、わかった。こうなれば奴らの向かった場所にも想像がつく。お、立ち直りが早いじゃないか。安全地帯は常に危険と危険の間に隠されているものだ。そうか、オイラもわかったぞ。あいつらがセノを避けたいんなら一番安全な場所は。だな。奴らからすれば俺の行動ルートとは逆の方向に逃げればいいだけだ。すぐに出よう。俺もまだ調査しなければならないことがある。みんな一緒に行こうぜ。あいつらを追うんだ。待って、俺も行く。イザーク、あなたも行くの？くれぐれも気をつけて。おじいちゃんを探し出すんだ。大丈夫、みんなに迷惑をかけないように頑張るから。皆さん、どうかイザークのことをよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行こうぜ。もちろん食料も持っていくぞ。でもなんか一人足りないような。ん？